そういうとこだよね。大魔王さんのそういうとこだよ。守ってよ、俺のこと。寝ました、ベビー。ベビータ寝ました。ナイス、ナイスコメントあった。なるほどね、確かに。何とは言わんけど、確かに。コキンちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。まあよくわかんないけど、なんかそのね、なんか清水さん異性だからとかって言ってるけど、俺エミリさんの男のリスナーに投げてもらってないけど、清水さんエミリさんにもめちゃめちゃ投げてたからね。このベッドももらってね、おむつもね、何ケースももらって、二人のためにしてくれてるからね。エミリさんは男のリスナーからね、ルイージはしてもらってないじゃん、あ、なんかなんかルイージも嫉妬するじゃんって言うけど、俺エミリさんの男のリスナーから何一つ良くしてもらってないから。清水さんはみんなに、俺ら二人にいいこと、赤ちゃんのためにも思ってやってくれてるからね。アイテムだってめちゃめちゃエミリさんに投げてたじゃん。感謝してますよ、それ。スパチャだって、うん、でもそれとこれは別だからって嫌なことは嫌。それでね、なんかフェアじゃないよねってさ、違うよ。嫌なことは嫌、うん、俺から入ったかもしれないけど、清水さん二人のこと、うちは別に、だから何をもらったからって、いくらもらったからって、うん、うちはなんかこびったり特別視はしない。こびってない、ただね、あの通り道に来てくれたね、俺があの茨城帰ってる間にトレーナー渡しただけじゃん。それだけで、そんなこと言ったら もっといっぱいいるよ、もう。俺が歩いてたら来てくれたリスナーさんなんて。じゃあその時に思ったことを言う、それだけ。相方がダメ。ああね、なるほどね。だって俺ちゃんとエミリさんにも言ったじゃん。いいこと言うやん。それ言うくさ。うん。なんで黙るん？それを。言うに決まっとるやん。だってね、全然だって付き合ってる時にチョコマヤと二人でさ、お母さんのお店に飲みに来てさ、遊んでても何にも言わないじゃん。なんか自分はマネージャーマネージャーつってさ、マネージャーと二人で車に乗ってドライブしてても何も言わないじゃん。謝らん、別に。謝らん。マネージャーが俺らに何くれた？自分でどうにかすればって感じ。チョコマヤ、嫁がごめんなさいぐらい言ってどうにかすればいいやん。いや、言うよ、言うけど、うん、ね、やめてほしいよ、みんなの前でさって言うのは。リスナー騙しやがって別れるんじゃなかったのって言われたからね。違うよ、それ言葉遣いがエミさんがすごい悪意に捉えすぎだし、なんかうちだけ悪いじゃん。いや違うよ、別れるなと。本当に2人を応援してる人なら、うん、大魔王さんみたいにどっちつかずに何も言わんよ。いやいやいや、出てけ、うちんだけ言うやん。出てけとか言わない、俺にも言ってくるよ。エミリちゃん大切にしねって、別れるんじゃなかったとおめえみたいな言ってた。おめえなんて言ってないじゃん、うん、何でも盛るの、盛り癖がついとるよ。エミリ正論、ほら、盛り盛りうんこ一人だけじゃん。エミリ正論っていうのは一人だけでしょ。これ何人あっち、これ取ろうか、アンケートどっちが悪いか。そんな一人だけ、こんな千人いる中のうちの一人だけエミリ正論って言ってるやつの、その一人だけ取りやがって。めっちゃ媚び売らんけ、ただそれだけ、うん、アンケート取ってやろうか。いくら何もらっとるけんって言って、自分が嫌なことを、うん、あの何ねじ伏せてまで、ただあっただけでしょ、ペコペコせん。ただあっただけでしょ。困らんし、別に。いや困るよ、うん、ありがたいじゃん。ありがたいのはありがたい、その度に感謝しとるよ、うん、でもそれとそれは別やん。だからね、そしたらね、あ、ごめんね、これから気を使ってね、あのなんかね、エミリさんと一緒にいる時しか女の人のリスナーさんと会わないようにするようでいいじゃん。それをそんなキー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 今までしてもらったこと忘れて、金もらった時とかペコペコする、ありがたいじゃん。その時はその時、もうこの時はこの時じゃん。じゃんけんとして悪かったらエミリさん土下座して謝ってくれる、清水さんに。いやいや、アンケートとかじゃなくて、うちはそう、うちはそう、うん、うち自分が正しいと思ったことは曲げんもん、絶対、うん。かわいそうとか言うなら雑談たぬきで、なんかかわいそうっていっぱい書けばいい、見よるらしいけん。見てるの、うん、見てないでしょ。たまにね、あれでしょ、なんかたまたま見ちゃっただけでしょ。なんか雑談たぬきなんだろう調べてさ、そんな雑談たぬきのためみたいな言い方にするのやめてよ、言い方。
けそんなの見る、うん、見てねちょっと傷ついちゃったそっから変わっていったじゃん。何が変わっていったんだよ、うん、変わったのはお前だよ、変わっちまったのはお前だよ、お酒飲んだら変わっちまうよ、うん、もうヒロシと一緒だね、お酒飲んだらちょっともう言いたいこと言い過ぎちゃうの、1言いたいことを普段だったら我慢できない20ぐらいにして言っちゃうの、ヒロシだね。自分はじゃあどうなの、お酒飲んでないのに、うん、うちの母乳飲んでアルコールが入ってるとか、うん、本音だもん、だって本当に思ったんだもん、うん、顔が赤くなってる、なってねえよ、いやなってよ、だって見てみ、じゃあどっちが赤くなったか赤くなってないかでアンケート取るか、本当に赤くなったように感じたし、みんなも感じただろ。いやアンケートは取らんけど、うん、うん、ちょっと油汗もかいたから、これ触ってみみって言ったじゃん、今赤くねえよ、てか赤くなるわけがないもん、うん、12時間以上空けてるし、うん、感謝の気持ちあるよ、感謝の気持ちあるよ、ただうちだって言われたことは根に持つし、うん、なんでうちだけこんな言われないかんとって思ったし、いや俺にも言われるよ、そんなさ息子みたいに可愛がっとんならさもうちょっと注意しろやって思うけどね。何を注意するところがあるんだね、俺の。ありまくりやろ、言ってみろよ、うちばっかりを注意されよる、だから俺が注意されるとか何なんで言ってみろよ、注意されるところしかないやん、どこがあんで言ってみろよ、俺が悪いところ言ってみろよ。いやだから母乳だからアルコールってやってないし、飲んだ時は嫉妬とかじゃないけど気持ち悪いなみたいな、なんで気持ち悪いんだよ、うん、惜しいやろ、惜しいってことやろ、この男が気持ち悪いって感じやん、普通にキモくない、お前が一番の推しじゃないの、俺の、うん、推しじゃないね、お前は俺のこと推してくれてんじゃないの、推す、推すってなんだよ、一番の推すってこと、推しじゃなくて、エミセイランありがとう、千件に一人やん、他の気持ち悪い気持ち悪いよ、なんでその中から一人だけ推し、じゃあお前は消えていいよ、誰消した、誰を消したんだよ、誰を消したんだよ、なんてコメントを消したのか見えなかったわ、何にせよ人の家庭に口出すのは違う、そしたら雑、一番の正論やね、そんなこと言ったらツイキャス消すしかねえだろ人の家庭に、人の家庭に踏み込むなんて言ったら全員ツイキャス消すよ、もうだから言われる、言われる、頑張れとかかわいそうとか言うなら雑に言って、仕事なんだから俺らが見せてんだから、俺らがむしろ見てくださいって窓開いてんだから、うん、正論とかかわいそうはあの掲示板で頑張って、正論多分盛り上がってるでしょ、だってツイキャスが今1200人でしょ、100人はいるんじゃない、いないか分かんない、1200分からんけど、ありがたいじゃん、こんな俺らの家庭に興味持ってくれてさ、ありがたいでしかないよ、ほんとキャスはまとも、俺ら自分らがまともとか分かんないけど、うん、こんなさね、無職ニートの2人をさ、みんながね1200人1000人で見てくれてありがたいじゃん、暑いな、なんか暑いなこの部屋、ありがとうございます、お茶箱もありがとうございます、たくさん、働くわけないだろ、なんかいい二人が好きでありがとうございます、スポンジさん、スポンジさん、アラブのセキーオビルゲイソットバンクソマゼ、スポンジさんが寝てできない超ちょっとのスポンジさん、アカデミージストップ、ありがとう、シュミさん、あのこれエミルイ T シャツ、あのここだけくり抜いて送るね、シュミさん、こっちだけ半分切り抜いて送るね、シュミさん、ここにちょっと黒いマジックでモザイク入れて送るね、こうピーって、
昨日どうやって仲直りしたの？泣きながら、配信してたら泣きながら戻ってきた。泣きながら戻ってきてっていうライン送ってきた。泣きながら。ん？泣きながらライン送ってきた。なんで？戻ってきてくださいって。いやそんなこと送って。ライン晒しとるのがあれ証拠、あれだけ。で配信したらコメントしてきたから、うん、それで。台本とかそういうのじゃない。引っ越しでバタバタしてたのはね、自分の家庭が一番だから。それそうでしょ。ベビタロ置いてベビタロ守るの俺しかねえんだから。可愛がってるだけが守るじゃねえからな。やったよかった、しめさん戻ってきた。ごめんなさい、ほんとなんかちょっと、うん、頑張れジャニーズで頑張れジャニーズって頑張る。友達からいいんだよ、いや気持ち入っちゃったみたい。俺が言っちゃったさ、俺がそのあげねベッドとかすいません。全員なんか女の人は全員敵に見えちゃうんだろうね、みーさん。うん、そうそう、分かってるよ、ひそかたん。清水さんの悪口はブロックしていきます。やめてください。もうなんで今日こんなんで、ベビったら今日なんでそんななの、なんでそんな泣くの今日は。はい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 
そんな悪いのかね。なんか蛍光シロップってそんななんか体調悪くなるのかね。シロップ飲んだら今日ずっとあれ飲む。俺の持ち方悪いの。 K2 シロップ、そう、あの、もしよかったらあの、しみさんね、よかったらエミリーさんにはね、スパチャ投げないで僕にだけ応援してもらえれば、K2 シロップ、 K2 シロップ首支えよ、首と頭で違うの。もう頭させてる。持ち方俺分かんないのかもしれない。なんとなくでやって、ありがとう、いっぱい。 K2 ってビタミン、首を押さえるべきなの。とこうな、前に大きなチケットをかぶした人にやけ道につくのだ。ほんと今だけですから、なんかやきもちはいっちゃったの、すいません。いやいやね、ぐちぐちとかじゃないよ。あの、清水さんにも言う権利はあるよ。やっぱ配信してないとね、こう言う場所がないもんね。なんで私と遊ぼなんだよ。なら俺だろ、どっちかっていうと。腕に頭乗せて。よいしょ。頭重くてさ。
なんでそっちまでファブリーズ巻いたの、エミリさん。今ファブリーズ巻いた音聞こえたって言ってんだけど。トイレ。トイレ。本当にファブリーズ巻いたの。すごくない？耳が良すぎて。ケンジ君聞こえたの？俺聞こえなかった。すごいね。うん。何謝りやって何？ごめんね。もう飲むの終わったのってまだ入ってるけど。ごめんね。何？清水さんの悪口やめてください皆さん。何一つ悪くないです清水さんは。むしろ俺から言っちゃったしね、あの通り道だからってトレーナー持ってきますよって送ればよかったのに、俺が悪いんだよ、ごめんね。帰ってくるんだよ、帰って。うちにしたことがバーンって自分に帰ってくるって。うちにしたことが、ジサティンブロックしようって言って全然。だってジサティンだって悪口言ってじゃん、俺のエミリさんの悪口言ってないじゃん。言ってないよ。別れるとか簡単に口にしない方がいいよっていうことじゃん。言ってないよ。絶対言ってないよ。ジサティンは明らかに俺に喧嘩売ってたじゃん。でさね、なんかエミリはなんか俺のこと好きだろうとかさ、なんか全然違うじゃん。ジサティンと一緒にしたら本当やばいでお前。俺になんてスパチャくれたことないし。わー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 。騙してはないよ。なんかね、なんでこれ泣いてんだろう、これうんちしたのかな、またお腹空いてんのか、どっちかじゃない、こんななくてうんちしたの。うんちしてない。ミルクもうちょっとあげた方がいいのかな。泣くのは当たり前だって。いや、うちの子泣かない子なんですよ。お母さんも言ってたもんね、今日。あ、そんな、今井さん赤ちゃんにイライラ伝染する。うち、もうイライラしてない、すっきりした。夫婦はうぜえよ、いつも。お前、目つけてんだ、こっちは。うぜえんだよ。はい。あ、木村さん、ケーキまだ食べてない。木村さん、ありがとう、今日。おしっこ確認。した。なんでだ。いや、お腹空いてきちゃう、なんか指チュッチュしてるから、ね。まあでも10時まで我慢した方がいいかな。ギリしたからお腹空いたのか。ゲーム配信は今日の夜できたら首で頭も首も頭も同じなんだけど、これどうしたらいいのこれ。頭持つな、だって頭じゃなくて首持ってた。首持ってんだけど、ありがとう教えてくれて。首持ってんだけど、これ頭落っこちちゃうんだけど。ミルクね、10時さっきあげたんだよ。あげてもいいけど、あげるか。ね、お任せと。80ぐらい作ってくる。60。言いたいことも言えない、そんな世の中じゃ。ポイズン。腕で支える感じがだけ、ここで、ここに、で、ここで、こう、そう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 、いい、オッケー、そうそう、スイッチをね、ケイさんがくれて、で、そう、ちょっとごめん、これ、今日買ったんですよ、これ。だからフォートナイトのコスチューム買えます。
どうしたベビー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 なんかおかしい、熱あんのかもベビー、おかしいもんこんな泣くの。ない大丈夫。どうしたマジで。どうした。なんか回ろうとしてくるんだけど。どうしたベビー。待て。って飲めなかったら60で1回煮沸消毒しとるけ、うん、そっから取って2本で40で作ってきて、うん、1本でだって作るでしょ80。でもあのまあ80作れたらいいけど、うん、ベリーリルベイビーハーハーリルベリーベイビーハーハーリルリルベイビ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 ー。めっちゃしかめ面ですけどね。めっちゃしかめ面。リルリルベイビーリルリルベイビー。あ、そういえばこの枕なんかわかりますか皆さん。この枕が何か。リルリルベイビーハハリルリルベイビー。そうトゥルースリーパーです。ナイターじゃん、俺の枕。ナイターじゃん。ナイターじゃん。いらなくねこれ。すごくね。多分こう変わったからだよ。うん、今だけね、うん、しかめ面だもんだった。よかったこれで、ね、ミルクいらないわ。エミノがやっぱプロってこと。ミルクいらないならいいね。10時半ぐらいにあげたいね。トゥルースリーパーの枕いただきました。リスナーさんからありがとうございます。見てくれてるならありがとうございます。あママが好きってこと。ちょっと悔しいね。なんかママから生まれたからね、うん、少しは好きが多い方がいいよ。へー。どっかつねってやろうかな。泣かしてやろうかな。大事にして。はい。女の子だよ。悔しい。俺絶対俺の方が抱っこがね。なんかまだあれだけどもこれからね。いつも俺の方が寝つくのにね、おとなしくなるのに、うん、悔しいわ。負けた感がするわ。匂いだけでわかるんだ。ちょっとこれ臭いんじゃない。ちょっとこれプリントがこのプリントが嫌なんじゃない。お宮参り配信とかもやれたらいいなと思ってます。いろいろ教えてください。こういうことせないかんよみたいなことあったら。まだ無知なんで教えてください。イミリさんも同じプリントだった。俺のプリントなダメなのかなと思ったら、心音が、あーね、心音が安心する。聞こえるのかい。寝そうだよ本当に。見たらやったってコメントしてたぞ。どういうことやったって。どういうこと。めくれたってこと。あ、お母さんの心音が可愛い。熱測りな。熱測る。でも赤ちゃん体温高いでしょ。木村さん
ケーキ食べる？そろそろね、寝たらね、うんうん、出しとる一応キッチン。あのもうあの来た瞬間あの我慢できなくて二人ともすぐあのシュークリームだけ食べちゃったんですよ。でそう、木村さん美味しかったし、シュークリーム今 ご飯食べたらちょっとお腹いっぱいになっちゃって、ほんと4分の1とかちょっとちっちゃめでいいの。うん、うん、8度以上ないないない、触ってわかる、うん。の出番やだっけ。それがずる、気も心地いいんじゃない、それが。これずるいね、これ。俺やったことないね、まだこんな色しか。密着がいいんだよ、密着。やったことないね、それずるいわ。ドタバタですよ、もう面白いなんてもんじゃない。食い染め熱ある？あとないよ、大丈夫だよ。あのよかったら皆さん こじるわけじゃないんですけど、こう 今張りのタオルがこれ1個しかないから一生洗えないんですよ、これ。これないと、これないとベビー太郎寝れないんで。どうしよう。で2人で買い物にも行けないし。そうなんですよ、2人で、ね、どうしたり。これが欲しいんですよ、こういうのが。1人で行ってこいよって言われたらそれまでなんですけど、こういうのおひな巻きができるやつ。これやめて、今日も使うのに。今場のタオル欲しい。これね、チャロピ赤ちゃん使うやつルイージダメだよってチャロピが怒って。何の理って倍返しだよ、てめえだけは。ユニタロが笑ってると嬉しいで、ありがとう。出生届はまだ出してないけど今日書きました、書き終えました。ライフスタジオ調べてみな。で9月じゃない、9月か、9月7日に出しに行きます。人に買ってもらいたいんや。自分で買えとかもネットで。チャラピがダメって。マジで赤ちゃん。あ、出た出た。こっちもなんかあれになっちゃったな。なんか子供生まれたらちょっと小獣っぽくなっちゃった。チャラピももう小獣っぽくなっちゃったわ。うん、ちょっと寝た感じの顔してる。職業イケメンだから。職業、無職イケメン。お尻がブクって言った今。うん、今日なんか結構あれ飲んだらもう、おなら止まらないね。なんかね、やっぱあるんだろうね。うん、超怒ってんじゃん。教えてあげてんだよね、チャラピちゃん。赤ちゃん産んだ女の子ってもうみんな敵になっちゃうね、もう。あれダメ、これダメ。キー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 。デイジーかわいいよ。おならした。似顔そっくりかな、わかんなー、うち自分では。出たね、今。ほら、出た。またこれ出た。これ変えたらまた目が覚めてからに。4発出ました、4発。どうするこれ。もう今寝とるんよ。寝とるんよ、今。これさっきのエミリーさんじゃない、エミリーさん最近ほんとおならするんですよ、なんか。今日も。ね、どうする変える、ママ教えて、先輩も。今日も。これどうする今日も普通にここで横になったらいきなりブーって。もう寝とるんよ、顔見て。エミリーさん最近すんごい寝、閉するんですよ。寝とるんよ。どうする、エミリーさん最近俺のおなら聞いた、帰る、ミミミちゃん帰る、俺帰る、一日一回は聞くんだけど最近おむつかぶりするから、廊下歩きながら、分かった分かった、ペッ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 ペしながら廊下歩いてるし、おむつとお尻でつけて、ここで交換する、あっちここで見られる、ここ見えちゃうから、そう配信で、分かった、帰ってくる。最近エミリーさんおならするんです、また起きちゃうよこれ、お尻が緩いのかね。あら、
出てない。ペイだけ。いや、しとる。あ、しとる。取りますよ。大丈夫ですか。俺もおむつ変えるときあるよ。てかさっき一回変えた。ちょっとしかしてないでも。うん、今って K2 シロップ13回なの？うち今日は3回目かな。3回目のシロップだって。肌弱い人とお尻かぶれない。いや俺本当に俺が肌弱いからすごい心配。毎週火曜日。ミルクに混ぜてあげた朝。お腹弱いのかな、わかんない。ちゃんと把握してるの偉い。うちが、うん、あゆきちゃんありがとう。あゆきさんバスタオル取ってるし、もう寝かせとく。シロップ2回しかない、なかった人いるって。結構ありますよ、うん、2回は病院で接種してもらって。今メルカリで1500円だったから新品送るって。何、うん、さっきタオル、うん、ありがとうございます。本当に、うん、今からメルカリですぐ送るんで1500円になったって。ありがとうございます。2回しかないんだ。いっぱいあるうち。じいちゃんが起きてる間できることしてあげたら嫁さんゆっくりできる。おじいちゃんおじいちゃん頑張ってますよ。一緒にめっちゃしてくれるの。めっちゃしてくれるから、うん、なんか昨日もあんな喧嘩したけど、よくよく考えたらあの帰ってきてほしいと思ったもんね。そんぐらいめっちゃしてくれるの。パシリやんけ今日もね。俺メルカリでね、あのエミリさんの髪の毛染めてあげるブリーチ買ってね、ブリーチ買ったんですよ。メルカリでお金払ってこなくちゃってコンビニ行くとき、いい夫婦になり、ありがとう。そしたらコンビニ行くならあの酒買ってきて、ついでにあの スイッチであの課金したいから1万円の任天堂のカードも買ってきて、それでタオルは買わないのか。リスナーからもらおうとしてる俺だって。うちアマゾンで買うって言ったら買わなくていい、うん、もらえばいいんだよ。リスナーさんか、うちは言ったんだよ、あのポイントで買うとか。ダメだよ買っちゃう、うん、止めるんだよ。赤ちゃんの、赤ちゃんのものは、うん、さすがにね。エミリーさんにね、あのストロング飲みたいって言って、あ、ゲームはいただきました。リスナーさんからありがとうございます、うん、ケイさんありがとう、スイッチありがとう。さすがにリスナーさんにね、あのストロング買ってくださいなんて言えないじゃないですか。エミリさん、あのピンクのストロングが好きなんですけど、お尻が荒れたらあれだからこまめに買えた。ありがとう。でも買えます。クッキーさんありがとう。でも赤ちゃんのものはリスナーさん買ってくれるから。何のゲーム？これフォートナイトしかしてない。俺マリオ普通の。今日寝ないでちゅね。じゃあ髪の毛切るお金くれたら切ってくるよ。俺どうせ切るならあのリップスっていう美容室が好きなんだよ。カットだけで8000円ぐらいするとこ。払ってくんない？ MI さんがあちゃんによって、そう、 MI さん結構口悪いからあちゃんもっと詰めて。ケーキ食べない？あちゃん食べる。あちゃんもっと MI のコメントほとんど潰していいから、うん、当たり前だろ、若い奥さんとかもともとあれんだから。知ってなんだ。パシってな、あ、俺パシられてなんだ。逆じゃないですか。おじいちゃんだからパシらないでほしい。うん。嬉しい。本当だよ。当たり前だろって。コラボしてくれるってことは、俺と石川さんが上がってくれるってこと。口うるせえけどって、うるさくしないとやばいから。樽に取りたい。10万円で取れるところを紹介してよ。
さんつけない、誰に MI さん、MI さんと、あ、MI に言ってんだよな、魔王ナイスって、そう、さんつけない。知らねえよ、マイファスの子、ヒロって誰だよ。木村さん、見てる？木村さん、切れない、おぶの、おぶの、今、おぶないね。なんか通ったと思ったら、おぶないね。ごめん、事件だね。ごめん、おぶないね。ごめん、おぶないね。マイファスってなんだよ、知らねえよ。見てください、花畑ドームズコット。危ないね、だから。危ないね。危ないね。いきますよ。まあ、ちょっとツイッター載ってるけど。自走だね、これ。自走も。ごめんね。自走だよ。危ないね。いきます。3322111。こんなさ、こんな、あれ、絵文字あるよね、こんな絵文字。すごくないこれ。こんな絵文字あるよね。ちゃ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 。すごくないこれ、丸でっかいプリンってこと、なんか、うん、これ結構有名な、ここら辺で有名なケーキらしいです。出産おめでとうって、木村さんありがとう、いただきます。コストコのケーキも全部食べた。そしてコストコのパンはお母さんがみんなに配った。俺一個も食ってないんだけど、コストコのパン30個入りぐらいのさ、ロールパン買ってきたじゃん。次の日にお母さんね、あんなのあっても食べないのみんな知ってるから、みんなに配っちゃった。お客さんとかひどくね。いい使い方です。いやいや、もう絶対、いいよね、絶対意味食わ、あんな、だってあっても腐っとったって。じゃあ買うなよって話なんだよ。一つも食わないで配ってんだからね。じゃあ切ります。これ持っててあげる。木村さん、ありがとう。じゃーん、じゃーかじゃーん、じゃーん、じゃーか。危ないな、だから。お前、マジで危ないから。いきます。うん。じゃーん、じゃーかじゃーん。音見て、音聞いて。聞いてるよ、ズブ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 って。ズブ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 ズ。まず4等分にします。もう4等分にしちゃったら、その後もうないから。この時点で何等分か決めとかないと、もう4等分にこうしない、すんごい細くなっちゃうんだけど。これ食べれる？だから4等分にする前にもっとこう計算して切っていかないといけないんだよ。え、普通4等分だ、ね、6等分とかにするべきだよな。わかんないもん、うち4等分にしちゃったらもう4等分以上切れないんだよ、もう細くなっちゃうんだよ。どうしたらいい、この後あいつでも TikTok します。いやでもね、タイミングして、読んだと結構でかい。いいんじゃないこれ。いや、それそっちはいいかもしれないけど、見て、あ、ほら、これちょうどいいじゃんってなるじゃん。見て。おお、スライディング。嘘だろ、嘘だろ。こうほら、ちょうどいいじゃんってなるじゃん。こう見て、こっちの方すんごい狭いから。え、どこが？いいやん、ま、こっちは全部誰かが食べたい、うん、誰かが食べたらええやん。家族の今日。あ、そういうこと。何が？2人で1つってこと。そうでしょ。じゃあ4等分でよかったやん。もういいやん。こまけー、まず細かくないよ。出産おめでとう、うん、木村さんありがとうございます。いただきます。すいません、ケーキいただかせてもらいます。ベビタロ食べれないんで、代わりに親の、うん、僕らがいただきます。血糖値なんせ親なんで、うん、じゃあいただきます。糖尿病の僕らの誰かいる、他にあのケーキ食べてる人。木村さんありがとうございます。嬉しかった、今日会えて久しぶりに。これ木村さんよかったね。これ 俺と俺にだけ会ったら地雷扱いされるけど、うん、2人だと、OK、木村さんうちに連絡してくれる。いただきます。ありがとうございます。いただきます。チーズケーキだそうです、ドームケーキ。うん、軽うん。コストコのあれが、食べさせろよ俺にも、一人だけ味聞いてねえで。いや、フォークあるやんここに、うん、食べれないの自分。食べれない自分じゃ。
コストコのは重いんだけど、こっちはめっちゃ軽い。スフレって感じ。ああね。わかる？ああ。味はでも濃厚だよね。ああ。おいしい。こういうケーキが一番嬉しい。パクパク食べれる。軽い。もう音でわかるでしょ、こう。空気が入ってる感じ。このね、空気の音。スフレの音。音で楽しもう。ああ。ルイジさん、エミリさん、何が気に入らないの？そう、溶ける感じです、大門さん。何が気に入らないんだろう、エミリさん。誰、なんか。うわ、美味しいよ、もうこれめっちゃ美味しい、軽い、うん、ほんとね。なんだろう、あの、蒸しパンのチーズケーキあるじゃん、あれをすごい美味しくした感じだよね、山崎の、うん、雰囲気はそんな感じだよね、うん、山崎のあの、北海道の絵が載っとるやつの高級版って感じ、わかりやすく言うとね、うん、全然あれより美味しいんだけど、でもほんとここのこのケーキはこの辺で看板にバンって乗るぐらい有名なケーキで、びっくりした、今日開けてみて、あ、これねって思った。すごいなんか人気で並んで買ったみたいなこと言ったもんね。あ、ほんと言ってた、なんかそんな感じの、なんか聞いてなかった。これ食べたい、喋ってる最中に入れるのやめてくんない、こういうの食べたいね、うん、美味しくないね、こういうのって。あ、シュークリームも美味しかったです、すごく。シュークリーム美味しかった。美味しかった、なんかパリパリしとって外が。ちーたくさんありがとう、いつもありがとうございます、ちーたくさん。美味しい。これならひそかたも食べれるんじゃないってぐらい軽い。なんでひそかたんだ。ひそかたがいいなって。軽いのしか食べれないのしか食べて、重いの切る、食えない、あつありだから、うん、こういうの食べれるんじゃないってぐらい軽い、うん、苦しい、ね、何それ、何回も聞いてくる、ピースケさんありがとうございます、そうですか、どなたか存じませんけど、なんでちょこ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 食わせんだよ、社長だ、あんたじゃみつ、今息子さん、キモいな、ごばくいや、ごばくじゃないよ、誰か始まったの、1000人いたのに800人しかいなくなったよ、うん、石川さんがなんか頑張ってるらしいよ、面白いの、うん、え、木村さんありがとうございました、美味しかったです、ほんと、あの、うちのおばあちゃんとかお母さんにもあげていいですか、え、なんか美味しい、すごい軽いと思ったんだけど結構食うと重くね、腹にはたまんね、うん、うん、食べた感はある、うん、ごちそうさまでした。とりあえず。ありがとう。美味しかったです。ルイさん、これからどうするのですか？どういうこと？このままじゃいけないよってこと？俺今のままじゃダメなの？これからどうするおつもりですか？このままでいいんですか？って。まず食べる。いや、そんななんか、あの、夜寝る前とかに食べたい、夜中とか食べてる、うん、お腹、ねえ、そうめん食いすぎちゃって唐揚げ食ってなんか、牛乳食ったら なんでこっちにも来んねんって、いつからするのわかんないよ、空いてる時に TikTok するな、なんでなんか TikTok やったら投げてくれるの、
何そんな俺の TikTok のみたいな。ベビー寝ました。苦しいね。オワコンなの。1000人いたらすごくない？ツイキャスト、YouTube、半分半分で。漢方意味ないと思う。喧嘩わかんないね。泣き寝入りだよね、ほんと。あ、投げてくれるんだ、ほんと。ちょっと。投げてくれ、今からやればって言ったらいつでもやるよ。投げてくれるんだったらすぐ。もう、TikTok が俺のね、お給料だから。うん、今だけだよって言われても、早1年だよ。うん、ポニーをあげてる。やらないよ。今ですか？本当ですか？本当に山口さん投げてくれるんですか？どんくらい投げてくれるのこれ。秒でつけるんだけど、TikTok。ねえ。ツイキャスつけても、全然あの収益にならないんで。まあ、ただ、ね、忘れられたくないからツイキャスはつけてるだけ。あさって出産届け、何時に行きます？荷物届くので、あー。つけて、あ、今つけますよ。ほんと？これ投げてくれるなら行っちゃおうか。TikTok 2.5% だろ、収益。わかんないです、TikTok の収益。赤ちゃんをこれから存分に使って配信する。損だね。損ではないでしょ。だって TikTok の方は、まあね、新規の新しい人も見てくれてるし、層が違うから。ふわっちだってだって30%でしょ。いいんだよ、まあ、赤ちゃんが可愛い子、ね、面白い子育ってくれると配信者の取り分する。TikTok なんですか？つけてないです。つけます、じゃあ。じゃあ今から、ルイージの TikTok つけてみます。どんだけ、山口さんが爆投げしたんってこと？山口さん、ツイキャス皆さんまたね、 TikTok つけてみます。 TikTok つけるの？うん、山口さんがすごい爆投げしたいって言ってくれてる TikTok で。ようこさん、うん、なしして知り合いなの？いや、さっきね、なんかコメントしてくれたっけ。ようこさん呼んで、飲んでらっしゃる。またね、キャスな人。